じゃあはい、うん、じゃあはい、せーの、皆さんこんばんは、むけなです。あ、はい、今あくびしただけなんですけど、はい、泣いてません。泣いてません、うん、泣きません、うちは。8月が終わりますね。夏が終わる。はい、終わりました、夏が。ねえねえ、終了したんだ。はい、もうみんなもう終わりです。もう間に合いません、はい、何も。残念でした。じゃあもう早速いきます。じゃあ1個目、はい、じゃーん、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。ご出産、はい、ありがとうございます。はい、生まれました。うちの子はこんな感じのビジュアルでやってるんですけど、はい、ヘッドホンですね。ずっと欲しかったんだよね。そうなんです。覚えてますか、年末の動画、うん、去年の年末にご褒美買い物でヘッドホン買おうとしたんですよ、うん、うちらは。そうだそうだ、買ってないの、そこでは、うん、いらなくねとか言い出して。そう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 、やっぱ使わなくねってなったんだよね、うん、でもやっぱそういうのって再熱すんの、うん、するする、うん、マーシャルのブラウンのヘッドホンを買いました、うん、メジャー3みたいなシリーズだったかな。お値段は2万円ちょっとだったかな。あ、それぐらいだったかも。私はこの音質とかでは全く選んでなくて、全く、はい、見た目ね。でも大事だよ。え、そうそうそう、可愛かったらつけたくなるもん。そうなの。他のヘッドホンと比べてここが四角かったりとか、うん、ヘッド部分がちょっとちっちゃめだったりとか、うん、なんだろう、なんかごつすぎないんだよね、つけるとこんな、うんうん、なんかさ、茶色だけどさ、ブラック寄りだからちょうどいい。そう、ね、アイラインと一緒っていう話になったのよ。そのブラックブラウンって一番使いやすいよねっていう感じの色なんだよね、うん、そのブラウンだった。そう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 、めちゃくちゃお気に入りで、もう毎日つけてる、うん、しかも無垢のやつ有線にもできるよね、これ。あ、そうなの。こんな感じでコードがついていて、だから充電がなくなっても使える。あ、うんうん、充電ないから持ってってもみたいな日あるじゃん。特にそう、特に私、特に、うん、特に私なんかはこれはすごくね、助かること、うん、パソコンにも使えるし、いいね。そうなの、そうなの。1個難点をつけるなら、ノイズキャンセリングはないから。そうだね、そこはちょっとあれかな。でもそこだけいい買い物。じゃあ私こちら、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。私はビーツのを買ったんです ね。ビーツはなんか3、4種類ぐらいあったんだけど、ね、最新のではなくその1個前のやつにしました。つけるとこんな感じ、うん、かわいい。絵に描いたヘッドホンじゃない、めっちゃ、ね、わかるわかる。ごめんなさい、私も見た目で結構決めてる部分が高いんですけど、でなんかやっぱ結構パンチでやってるので、うん、やっぱパンチには黒かもって思って、うん、黒にしましたっていう感じ。しかもこのビーツのマークが私あんまり出てほしくないんだけど、うん、黒だとマークが同じ色だから それも結果良かったかも、黒で、うん、3万円くらいだったかな。そうだ、ね、ビーツってちょっと高いのよ。私的にビーツのいいなと思ったところは、外音取り込みが結構ちゃんと使えるっていうのと、自動でもう接続されるし、開いたら電源が入るのね。だからそれは楽かな、やっぱスマートだよね。うん、スマート、うん、で難点をじゃあ1個言うとすれば、その外音取り込みは使えるんだけど、ノイズキャンセリングもあるんですよ、これ、うん、ノイズキャンセリングにはこのボタンでできるのね。できるんだけど、外音取り込みは携帯からしかできないの、うん、iPhone 上でいじるしかなくて、それがちょっと面倒だなと思うんだけど、っていうのと、あと開いてたら電源が逆に言うと入ってた状態になっちゃうから、うん、こうかけてる時もずっと電源が入ってるっていうのは、まあ、若干難点かなっていう感じです。私は別にしました。やっぱ見た目もヘッドホンの中で高級感があるっていうか、うん、カジュアルすぎないんだよね。そうだね、確かに。じゃあ一緒につけてみたいと思います、はい、マジでこんな感じでカッコつけて歩いてます。え、そうなの。こう黒髪と茶髪のヘッドホンつけてる、うん、透かしてる二人組がいたら大体うちらだと思ってください。そうそうそう。だからさ、私8月さ、このヘッドホンを買って、うん、なんかもう満足したの。あ、わかるよ。だから、あとの2つ、しょぼいとか言わないでほしい。言わないでほしいよね、うん、普通に。何が出て怖いよ。何これ。イヤーカフです。はい、うん、ちょっとしょぼいじゃん、見た目は。だけど、超可愛いから紹介させて、うん、ラティスです。2個買いました、セットではなく、ね、そう、うん、1個300円ぐらいで。こっちが普通のイヤーカフで、はい、これが1個目、こんな感じのゴールドにパールがついてて、あ、そこにパールがくるのか。そう、かわいいよね、うんうん、でもう1個がこれ、トラガス用で、この軟骨につけるやつなんだけど、私トラガスを本当に開けようか迷ってたのねって言われて、電話したぐらい。でもなんかイヤホンがしばらくできない、1年ぐらい使えなくなるんですよ、1年みたいな言われて、えっと思って、私そんなの無理じゃん、聞いてなかったから、え、じゃあちょっとやめときますって言ったんだけど、でトラガスのイヤーカフがあるっていうのをネットで調べて見てたから欲しいなって思ってたの。でラティスにあったらあって、あんま売ってないのよ、うん、トラガスのイヤーカフって。ないよ、聞いたことないよ。そう、あ、めっちゃいいじゃん、かわいいよね。え、めっちゃいいじゃん、いいの。え、いいね。私さ、うんうん、軟骨とか開けたいけどさ、うんうん、絶対無理やと思ってたの、うんうん、しかもこんなところはあると思わなかったから、イヤーカフ、うん、他にも種類があったから、月とか。あ、行きます、はい、はい、行ってください、はい、行きます。
じゃあ私こちらじゃん、これはメイクポーチになってます。これいいよね。これいいの、これあの CNM っていうあのさ、このみちゃんがやってるブランドのやつなんだけど、私ここに全部メイク道具入ってて、朝これ一つでメイクするんだけど、まずベリベリって開けて、まあ巾着みたいになってんのよ。パッて開けたらこうもう風呂敷みたいに開くの、ガッてこうバッて取れるの、探しやすいのコスメが、ね、で私なんかこういう なんて言うんだろうね、このポーチの形は。わかんない、なんか風呂敷風呂敷式ポーチみたいな感じのやつをなんかツイッターで画像で回ってきたのね、うん、なんか中国コスメが有能すぎるみたいな、うん、それはただの真っ黒い可愛いわけではないんだけど、うん、なんかそういうやつがあって、うわーこれ日本でも流行んないかなって思ってたのね、うん、っていうのを言ってたら、あるよってふてこが教えてくれて、うん、CNM にはあんで、いや、このみちゃんさすがと思って、ね、さすが。で、しかもさ、うちが画像で見てたのは黒いんだけど、 CNM は見て、このゼブラ柄、水色と白で、え、しかも可愛いのと思って、これ多分5000円、6000円ぐらいだったんですけど、もうすぐ買いました。買うね、マジでこれはおすすめ、ただの使えるやつでした、うん、でしたはでも、いい調子できてる。え、いい調子できてる、うん、結構来てる。3つ目いこう。3つ目大丈夫かな、うん、3つ目大丈夫かな、不安だ。8月の8月のお気に入りですよね。締めだよ、締めだよね、うん、8月2だよ、これ8月2で何が来るかっていうことなんですけど、何が出るかな。モフモフ来たよ、モフモフ来たよ。秋が結構踏み込んできて、結構食い気味出てる、うん、そうなの。あの昨日ちなみに買って、昨日だよ。でそれであの友達とノリで買ったみたいな。ノリとかやめよう、本当に、お気に入りでは間違いない。当たり前じゃんね、うん、これ H&M、うん、真似しやすいよ、みんな、みんなおいで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 、おいで。あのお値段が2499円、でも難点が1個あります。え、ちょっと待って、これ難点が2個あったよ。難点2個出てきたね、今。これ長い、長えな思った。うん、なんかバカ長えよ、バカ長えの。だから結べばいいよねってなりました。で、うん、で結び目は後ろにしよう。あ、いいじゃんいいじゃん。正解はこれです。あのこういう形のさ、うん、流行ってるっていうか流行ってんじゃん。あ、でも確かに大きめのカバンを、うん、作業の日とかじゃなく、うん、私服に取り入れるっていうのが、はい、今なんかあるじゃん、はい、そういうトレンドが、はいはい、その感じなんですよね、うん、これもすごい触ってみて、お願い、なんかいいでしょ。あ、確かにあのペットを持ち歩いて、ここにペットを抱えてんだ。そんな気持ちになれるよ、うん、これね、水色もあったんだけど、あ、水色かわいいね。そう、水色も多分差し色になってかわいいなって思ったけど、なんか飽きるなって思って、水色は。あ、まあまあ確かにね、そうそう、たくさん使う分には茶色の方がいいよ、使いやすいね。じゃあ3つ目、私最後ですね。まあ、やっぱ8月だしね、夏だしね、うん、夏っぽいものでしょうね、そのかし、うん、だから、うん、リモコンが、あやーティック TV 買いました。この家ならではだよ。え、本当にそう、この家ならではなんだけど、まあテレビがあるっていうことはみんな知ってるかな、うん、はい、知ってます、まあ、テレビ見れるんだよ、うんうんうん、でもさ、やっぱネトフリ見たくないみたいな。ネトフリ見たいよ、テレビで。 YouTube 見たくないみたいな、テレビで、うん、ドンキ行かねみたいな、うん、なってなってね。え、でもこれ動画払うみたいな、わて払うよ、わて払った、わて払った、うん、わて払った、うん、で、まあこれはもうだから私の所有物として、このシェアハウスが終わったら私が引き取るんですけど、うん、この子はもうそれ以来大活躍じゃない、こいつ本当に買ってよかったと思う。もうね、地デジつけてない今、うん、全然つけない。もうね、こればっか、うん、これやっぱだからみんな持ってる理由分かったよね。分かった分かった。友達が遊び来た時にさ、富士の話になってさ、そうそうそう、西さんがね、かっこいいって言ってさ、ちゃんみなさんの TV 見たりとかさ、時計をかける少女を見てさ、見てさ、未来で待ってるでね、ね、キュンキュンしたりとか、ね、キュンキュンしたりとかもできます。皆さんどうでしょうか。一つ、これでも5000円ぐらいでした。高い方と安い方があるらしくて、私あんま詳しくないんですけど、うん、なんか安い方を買いました。はい、以上でーす。以上でーす。すごいなんかやっぱ8月ならではのものが、うんうん、たくさん出てきましたね、うん、たくさん出てきました、うん、ということで、はい、じゃあまず朝起きたら、あのじゃあメイクをしてください。これでバッて広げてメイクをして、でそれであのヘッドホンをつけて、でそれであの、ね、ヘッドホンをつけて、でこのカバンを背負って、あのイヤーカフをつけて出かけて、家帰ってきて Fire Stick TV でお正を見て、いい夢見て寝るテックのバナナ、最後せーの、おやすみー。